ゾンビハンター。なんかゾンゾンと戦うのも飽きてきたな。そうだ、気分転換に何か救援物資を送ってもらおうかなっと。こちらゾット PF、 こちらゾット PF、 通信をどうぞ。もしもし、こちらは桐作高校の姫路麻耶耶です。何か小粋な救援物資をお願いします。救援物資ですね、わかりました。これからドローンを飛ばします。気に入るといいのだけど。アンナさんありがとう、待ってます。おっと、もう来たんだ。仕事早いな。それじゃあお楽しみ箱の回収にレッツゴー。うまく狙えるかな。魔法があったらな。まだまだ行くよ。麻耶耶と遊びたいの。まだまだ行くよ。またゾンゾンだ。疲れた。新しい武器ゲット。いでよゾンゾンたち、この姫路麻耶耶が成敗してくれる。調子に乗りすぎだ姫路。別にいいじゃん。それにさ、エナミンだって新しい武器に興味あるでしょ。それはまあな。麻耶耶だって結構戦えるんだから、まあ見てなって。そこまで言うならばじっくりと見せてもらおう。ゾンビハンター。そろそろ救援物資を要請した方がいい頃だな。ゾット PF、 こちらゾット PF です。桐作高校ですね、通信をどうぞ。はい、私は桐作高校3年の上条恵奈です。救援物資を要請します。わかりました、これからドローンで物資を送ります。ありがとうございます。よろしくお願いします。コンテナが到着したみたいだな。よし、受け取りに行こうか。救援物資を回収する。
夜間とコンロか。なるほど、さすが ZPF、 よくわかっている。ただの夜間とコンロに何を感心してますの？金崎くん、君は何もわかっていないな。サバイバルにこの2つは必需品だよ。あちゃー、始まっちゃったよ、エナミンの熱血一人語り。私が精神修行で冬山にこもった時、この二つにどれだけ助けられたことか。精神修行？冬山ごもり？さゆりよりも武道家っぽいことしてるね。コンロで雪を溶かし、凍えそうな体をいっぱいの湯で温める。そうするとしみじみ思うわけだ。人間は自然と共存しなくてはと、自然の恵みと知恵を合わせて初めて人間は生きていける。このちっぽけな、だが偉大な二つの道具が人間と自然の素晴らしさを教えてくれるのだ。完全に自分の世界に入ってしまいましたわね。まあとりあえず喉乾いたし、お湯沸かして飲もう。武器か、ありがたい。ガールゾンビハンター。あー、なんか暇だわ。面白いことないかな。そうだ、こういう時こそお取り寄せだ。こちら ZPF、 こちら ZPF、 通信をどうぞ。どうも、霧崎高校の姫路まややです。救援物資が欲しいんですけど、いいですか？わかりました。ではこれからドローンに乗せて送りますね。ありがとう、アンナさん大好き。来た来た、そう
張り切って取りに行くよ。回収ならマヤヤにお任せ。あっ、おい、いや、これマヤヤの。おお、まだまだ行くよ。
何ですの？普通のカップラーメンじゃありませんの？マヤヤの大好物30分ラーメンだよ。え、30分？お湯入れてからそんなにかかるの？普通は3分で食べられるよ。でもね、頑張って頑張って30分待つと、この世のものとは思えないデロデロとした見た目と食感になってね、でも言われぬ美味しさになるのだ。普通に考えてあんまり美味しそうじゃないけど。それに30分も待てないよ。アキハ、クボトも姫路の言うことを真に受けない方がいい。そいつの味覚は少しおかしいから。もう失敬だな、エナミ。そんなにマヤヤの味覚はおかしくないよ。では姫路、カレーには何を足す？そんなものわさびに決まっているだろ。え、カレーにわさび。目玉焼きには何をかける？味噌。お味噌？まずくはないかもしれないけど、聞いたことないな。サラダは？醤油。なしではないのかもしれませんけど、ありでもない気がしますわね。な、こいつ変なんだよ。ええ、知ってましたけど。変ですわね。変だよ、マヤヤちゃん。この食べ物の好みに口を出すな。私を養成しないといけませんかしら。こちら ZPF、 ZPF です。通信をキャッチしました。どうぞ。私は霧作高校2年の金崎レイですわ。救援物資を送ってくださいませんかしら。了解しました。ただしドローンによる物資の投下を行います。よろしくお願いいたしますわ。あら、救援物資が来たのかしら。では取りに参りましょう。サイは投げられました。隙ありですわ。風穴を開けて差し上げましょう。やっ、で差し上げましょう。退場なさい。これでよしですわ。拾っておきましょう。いただきますわね。これでよしですわ。私の相手が務まるのかしら。
ておきましょう。いただきますわね。これでよしですわ。いいものを見つけましたわ。懲りない無双無双どもですわ。いただきますわね。次ありですわ。これでよし、ですわ。至高の瞬間ですわ。これでよし、ですわ。これでよし、ですわ。懲りない無造無造どもですわ。ピアリですわ。ピアリですわ。いただきますわね。これでよしですわ。これでよし。これでよしですわ。やれやれ、のべつ幕なしですこと。これでよしですわ。聞きますわよ。懲りない無造無造どもこれでよしですわ。次はどの子かしら。まだまだですわ。まだまだですわ。いいものを見つけましたわ。これでよしですわ。あと10体しい武器ですわ。この空前絶後の強さを誇る私に似つかわしい素敵な武器だといいのですけど。新しい武器のようですわね。